プリンセスロイヤル及びハーウッド伯爵夫人、メアリー王女は、イギリスの第六代ハーウッド伯ヘンリー・ラッセルズの妻、当時ヨーク公だったジョージ王子とメアリー・オブ・テックの長女として、ノーホークのヨークコテジで生まれた、兄にエドワード八世、ジョージ六世、弟にグロスター公ヘンリー、ケント公ジョージがいる。幼少期、教育は家庭教師から受け、 時には兄弟たちと机を並べた。ドイツ語とフランス語が流暢に話せ、生涯を通じて馬と競馬が好きだった。最初に出席した公的行事は1911年6月11日にウェストミンスター寺院で行われた両親の戴冠式であった。第一次世界大戦中、メアリーは母と一緒に病院訪問やイギリス軍兵士と家族への支援活動に従事した。 活動の一つに、イギリス陸海軍兵士の全員に、クリスマスプレゼントとして贈った、メアリー王女のクリスマスギフト基金があった。また、ガールスカウト運動を積極的に啓蒙した。1920年にイギリスガールスカウト協会の名誉総裁になり、亡くなるまで務めた、成婚時のラッセル施設ヘンリーとメアリー1922年2月28日、メアリーは、 ラッセル子爵ヘンリーと結婚した。この時にブライズメイトを務めたのは友人のエリザベース・ボーズ・ライアンだった。結婚と同時にヘンリーはガーター騎士となった。夫妻はヨークシャーに新居を構えた。ミアリーはヘンリーとの結婚に乗り気でなく両親が決めた結婚であると言われてきた。長兄エドワードは可愛がっていた妹を好きでもない男と結婚させるのに反対した。しかし、 夫歳の長男である第七代、ハーウッドハク・ジョージは解雇録の中で広く知られている不幸な結婚だったという噂をきっぱりと否定している。曰く、両親はいつも一緒に過ごし、たくさんの共通の友人と趣味があったという。1929年10月、ラッセル子爵ヘンリーは、父の後を継いで、第六代、ハーウッド伯爵を就職。1932年1月、ジョージ五世は、 一人娘、メアリーを、プリンセスロイヤルとした。メアリーは、長兄エドワードと非常に仲が良かったことから、彼が大使ウィンザー公となった後、夫と一緒に、エンツェンフェルト城へ出かけて、兄との滞在を楽しんでいる。イギリス王室は、ウィンザー公エドワードはともかく、公爵夫人ウォリスを、デイビッドを、王位から引きずり落とした女として意味嫌い。1947年11月の、 エリザベス王女とフィリップ・マウント・バッテンの結婚式の際、ウィンザー公夫妻を招待しなかった。この事態に抗議の意味を込めて、メアリーは王女のおばでありながら、体調不良を理由に自身も欠席した。この後、ウィンザー公は、メイ・マーガレット王女とアレクサンドラ王女のそれぞれの結婚式に招待されたが、ボリスは招待されなかったため、どちらの式も出席を断った。 第二次世界大戦中、メアリーは王族として活発にイギリス陸海軍の活動に参加して国中を回った。1947年に夫に先立たれた後、メアリーは長男の家族とヘアウッドハウスで暮らした。1951年にはリーズ大学の総長となった。休みなく内外での公務を務め、1953年のエリザベス女王戴冠式出席。 1962年のトリニダード・トバゴ独立式典に女王の名代として出席。1964年のザンブヤ独立式典に女王の名代として出席した。メアリーが最後に務めた公務の一つは女王の名代として列席した1965年3月のスウェーデンオーヒル・イーズの葬儀だった。メアリーは長男・ジョージと孫たちと散歩中に 心臓発作を起こして、ハーウッドハウスの敷地内で倒れ、そのまま没死した。メアリーは、その一生の間に、イギリス国王の代替わりに6回立ち会った。ヒーババビクトリア、祖父エドワード7世、父ジョージ5世、兄エドワード8世とジョージ6世、そして名エリザベス2世である。1935年発行の10カナダドル紙幣に、肖像が使用されている、プリンセスロイヤル。 メアリーの文章、ありがとうございます。